事実ね、生命の実物と変わりなしに生命の実物なんだ。あれあれ、もうだからなんとか座禅修行してそういう生命の実物の境界になりましょうって、それが違う。そうじゃない、もうみんな生命の実物生きてる、その生命の実物にただ頂上していくっていう、住み清くなっていくっていうね、それが自上五位の世界でもあるね。それが何ぞ陰文字なるにおいて陰もなるなり、そういう生命の実物に変える、そういう生命の実物に深まっていく、それが仏道だ。その次、第三十三祖大観禅寺未定発の広州保生寺に宿するに二層あって総論するに、一層曰く万の道ずるなり、一層曰く風の道ずるなり。これまあちょうど同じような話だね。このそして格のごとく総論往来して窮屈せざるに、六層曰く風道にあらず万道にあらず人者神道なり、二層聞きで速やかに真理をするってね。このいやこの二層は祭典より来たれるけどなり、これはこの広州保生寺にはね、その当時飲酒法師っていう人がいて、この人も偉かったんで、その飲酒法師がね、涅槃行を講じてたわけですね。そして摂関畑っていうね、今ここでもって説法があるぞっていう時には摂関畑っていうのを建てる、今日本でも赤とか青とか紫とか緑とかっていうんで旗こうやってるとこあるじゃない、時々なんか新参式やなんかある時ね、あれがまあインドからそうなんですね。そういう旗がこう、そして飲酒保身のところに祭典よりって、まあインドからなんだろうな、その説法を聞きに来てる人もいたわけです。その二層がだ、二層は祭典より来たれりてるなり、しかあればすなわちこの道弱は風も万も道も共に真にてあると六層は同種するなり。いや、その風が動いてんのか旗が動いてんのかって言ってるところに人者振動なり、本当に信玄無別法っていう言葉あるけど、結局信玄無別法なんだから、信玄に別法はない。それで六祖がですね、風も旗も道も共に真にてあると六祖は同種するなり。でまさに今六祖の道を聞くといえども、六祖の道を知らず、いわんや六祖の道徳を同種することを縁や。しかしこの二祖はね、いや人者の心が動くんだって言ったもんで、ああそうだかってバカに感心したわけだね。信玄無別法って言葉思い出したに違いない。しかしながら問題はさっきもそうだったけど、この信っていうね、信がどういうところ、この信の受け取り方が問題なんですよ。で今言うこの年期年滅ね、このいろいろ感覚的に見て、そして年期年滅する、そういう心を考えて、心を考えて、これは両知心だね。そういう心が動いたんだってこう言って
いたらもう間違いなんだ。でそうじゃない、今真って言う、仏法で真という限り、この主観と客観とって、だから私がいつも言う、あの私は全ての存在を生命体験することにおいて生きてる、だからあらゆる存在は私に生命体験されることにおいてある、それでそれらをひっくるめた生命体験そのものっていうのを言ってるんだからね。でこれがこの真をはっきり言わない限りはあの仏法にならない。ところが今この二層はいかなるか、これ真道っていうね、その問いがないから、結局はね、六祖の本当のあれを知ったとは言えないっていうことだ。何としてか陰も言う、いわゆる人者神道の道を聞いて、すなわち人者神道と言わんとしては、人者神道と同種するは六祖を見ず六祖を知らず、結局ね、人者神道っていうことを人者神道として、本当の人者神道として受け取ることはない。このそういう関連論的な旅知心が動いたんだ、念起したんだっていうね、そういう受け取り方したんじゃダメだってこと。それじゃあ六祖を見ず六祖を知らず、六祖の法尊にあらざるなり、今六祖の子孫として六祖の道を道主し、六祖の身体八部を得て道主するには因も言うべきなり、いわゆる人者神道はさもあらばあれ、さらに人者道と言うべし。結局人者神道っていうと、いかにもね、生理機関としての心をね、心理状態が動いたぐらいに聞こえるか、それだったら分泌物が動いたんでしかないんだ。それでそうじゃない、さらに人者道と言うべし。で何としてか言うも言う、いわゆる道者道なるがゆえに、人者人なるによりてない、結局その人者は人だ、それで人者人者道者道者、それで結局その愚弱状のことをね、愚弱状の一心を捕まえなきゃ、言わなきゃならない、仏法にならない。すでにこれ陰も人になるがゆえに陰もどうないと。それでそのしかもね、どうしゃどうなりって言っても、本当のどうって言ったら、もはや本当は動くものはないんだもん。二つに分かれる以前、さっきも言った自己ってこう言ったってね、このところではもう自己と他己とってね、対立はないんだから、自己は自己でなくなる。それと同じように、どうしゃどうって言って、どうって言ってね、言ったらどうはどうでもって、あの生と対立するどうじゃないんだから、もうどうでないんですね。というのはこれと同じ、これだ、もうどうって言って、もう言ってもこのあの紅茶のね、コップ袖ぐるみは、うん、動いてないじゃない。そう、それと同じね。で動くものって何かっていうと、動いちゃいない。でただ実物だけだ。でね、結局の話ね、我々まあなんだかんだって、あのお互いの凡夫でね、六道輪廻してるわけだ。しかしながらね、六道輪廻してるっちったってね、これ紅茶がね、この中でもって、あの紅茶がこうあの出てるようなもんだ。で六道輪廻しててもそれぐるみね、生命の実物っていう地盤から言ったらね、動いちゃいないんだ。で何心配しなくたっていうの、その六道輪廻はね、そのなんとか六道輪廻はやめて、そして仏様の境界になるためにって言ってね、そう申告がなくたっていう、そんなその、合格不合格の話にするとこれまたノイローゼになるわ。でそれで自殺するやつが出てくるんで、
そうじゃない、どうせそれでいいんだ。大切なのはそういうぐじゃぐじょうのところでいかに深まっていくかってことなんでね。まあこれいつも同じ話してるわけだけど、でだからすでにこれ陰謀になるがゆえに陰謀道内と、本当に全てそのすでにだね、あの実物人だ我々だから実物字を言うんだ、実物通りを言うということですね。だからもう次のとこを読んでみると、六祖の昔は真宗の娼婦なり、山をも極め水をも極め、たとえ清少のもとに工夫をして根源を切断せりとも、何としてか瞑想のうちに逍遥して昇進の故郷ありと知らん。創設たれにか習う、一にありて経を聞く、これ自ら待ちしところにあらず、他の鈴むるにあらず、いとけなくして血を創し、長じては歯を養う、知らずこの衣にかかれりてる、一家樹の健根を昇破することを、たちまちに発明せしより、老母を捨てて知識を尋む、人のまれなる義なり、恩内の誰か軽からん、法を重くして恩を軽くするによりて、基本せしなり、これすなわち知ありて、もし聞かば、すなわちよく真悦の道理なり、いわゆる知は人に学せず自ら起こすにあらず、知よく知に伝われ、知すなわち知を尋ねるなり、五百の偏腹は知おのずから身を作る、さらに身なし心なし、十千の猶予は知親しく身にてあるゆえに、縁にあらず因にあらずといえども文法すれば即下するなり、来にあらず尿にあらず、例えば当君の春に会うがごとし、地は無念にあらず、地は無念にあらず、地は無心にあらず、地は無心にあらず、言わんや大小に関わらんや、言わんや名語の論ならんや、言うところは仏法はいかなることとも知らず、先より文殊するにあらざれば、慕うにあらず願うにあらざれども、文房するに恩を軽くし身を忘るるは、うちの新人すでに事故にあらざるがゆえにしかあらしむるなり、これを即能信下という。知らず行く巡りの生じにかこの地を持ちながら、いたずらなる人道に巡る、なおし石の玉を包めるが、玉も石に包まれるとも知らず、石も玉を包めりとも知らざるがごとし、人これを知る、人これを取る、これすなわち玉の着せざるところ、石の待たざるところ、石の知見によらず玉の資料にあらざるなり、すなわち人と地と相知らざれども、道必ず地に聞かるるがごとし、地なければ義消し、すなわち長く失うとなすということをあり、地必ずしも無にあらず、地必ずしも無にあらざれども、一時の瞬生なる無あり、周期なる無あり、この無知の時三菩提皆義家となり、人諸法皆義家なり、この時要出即位なり、諸問すべき道諸生なるべき法、しかしながら義家なり、我にあらず変界隠るるところなし、他れにあらず万里一条鉄なり、十方仏土中唯有一条法なり、たとえ陰もして要らずすとも、この法は法意に従し世間層成就なり、すでにこれ陰もになるによりて、内と無知と日面と月面となり、陰謀になるがゆえに六祖も発明せる。ついにすなわち大梅さんに参じて大満禅寺を拝するに安藤に峠せしむ、陣屋に
米をつくことわずかに8ヶ月を降るほどにある時よ深く甲をたけて怠慢しつつ自ら密かに水房に入りて六祖に問う米白具屋今出しやと六祖曰く白げる今だ振るうことあらざるありと怠慢杖にて臼を打つこと懺悔するに六祖身を入れる米を三度ひるこの時七子の道相可能という自らも知らずたも増えなりといえども伝法伝家まさしく陰謀の消灯自説なり、まあそこまで。ここから六祖の話が出てくるわけで、六祖は信州の木こりだったんですね。で、木こりだったから山をも極め水をも極め、そして清少のもとに工夫して根源を切断せりとも何としてか瞑想のうちに昇用して昇進の国をありと知らん、これ文章として非常にこう追語でねうまく道元禅には書かれる。要するに山で木こりしてたからその根源を切断するっていうことをね工夫したであろうけれど、どうして瞑想のうちに昇用して昇進の故郷あると知らんて、じっと部屋の中で勉強して故郷を昇進するっていうのことは時間はなかっただろうということですね。創設たれにかならあのこの創っていうのは洗うすすぎっていう自分の無明っていうものをねすすぎ清めるっていうようなことは誰からも習わなかっただろう。でたまたま位置にありて今日も聞く、これまああれですね、の金剛経のね「大無所住人生合心」という、まさに無所住にして、その心を生ずべしだっていう言葉を聞いてる。それでもう骨念としてその無常を感じて俺は仏道修行しようって言うんであれしたんだからね、もうこれ自ら待ちしところにあらずと、結局たまたまそういう金剛経のね一節を聞いただけだ。それでも他の進むのにあらず、これ他の人が進めたわけじゃない、いとけなくして血を創し長じては歯を養う。この六祖の小さい頃はお父さんがちっちゃい時に亡くなった、それでしょうがないから木こりして、そして町に木を売ってそれで歯を養ってた。そして知らずこの心に書かれりける一家樹の健康を消破することは、これまあこの前も言ったけどこの絵里の宝珠です。この自分の着てる着物の、どっかにね本当の宝のあれが縫い付けてある、それを知らない。そしてしかもその宝珠が一家樹が健康を消化することをって天地いっぱいに輝いてるっていう、それ知らない。ところがたちまちに発明せしよりたちまちそれが明らかになったんだね。大無所住人生合心ってそのたったそれだけの言葉を聞いて六祖大師はその絵里の宝珠がその健康を消化してるのを発明したわけだ。それで老婆を捨てて知識を尋ね人の稀なる義来、これ私なんかも六祖大師の大無所住人生合心というねその言葉話を私が読んだのは中学2年か3年の頃です。その頃山田礼人さんが禅の生活っていう本出してた雑誌を、それまあいつも私は近所に仏教の本屋があるもんだからそこでもって
買ってきてみたらとっても面白いもんで、いつも読んでたんですね。2年ぐらいから読んでた。それでその中にその六祖大師の大無所寺の二正行信のね話が、それでもって法師出家したって話が書いてあってね、わあこの大無所寺二正行信です、そんなに素晴らしい言葉なんだけど、どういうことなんだろう、それ漢文もさえも読めないよくね、いや学校で読んでる漢文の通り読んでみたって何か分かんない、でこれ一体どういうんでしょうって言って漢文の先生に聞いたことあった。漢文の先生あれちょうど禅宗の盆さんだった、川へ参っつって、ところがそれでも教えてくれなかった。ちょっとね親切に教えてくれれこういうことってね、そうすればもうちょっとあれするんだけど、何も教えてくれなかったね。でところが その大無所有認証合心で、それでその老後を捨てて知識を尋ねて本当の仏法としての師匠に就こうって言ってね、あれしたっていうことは、これ素晴らしい稀なる字ですよ。御内の誰かかろから法を重くして恩を軽くするにおいて基本せしなる。これ今までの人は法を重くして命を軽くするっていうのことね、昔からの坊さん言うけれどね、そんなね法っちゅうものはコロッとなんか、俺例えばさ天皇陛下の御ためにはその一心も捨ててっていうようなつもりで、仏法のために法を重くしてって言われたって、我々悪難悪女はねそんなのピンとこないもん。でどうしてもねこれ法っていうのは何か、それをよく納得のいくようにあれしてくれなきゃ困る、ね、また日本仏教の盆さんっていうのはね、これよく千年以上も何もしないでよく食ってきたと思う感心するわでそうじゃない、これ今法っていうのね、これ他人の話じゃない、俺の生命の実物だと、そこが大切だもん。でこれ俺の生命の実物っていうと同時に、その俺は俺でなくて一切のそのとぶっ続いてる、それだから本当に生命の実物、このそれはもうもはや利己とも言えないから、俺仏法って言えばしょうがないんだっていうね、せめてそのぐらいの話にね、中学時代に私に聞かせてくれたら、私だってもう中学時代から坊主になってるで要するに生命の実物を最高価値として生きる。これ今中学生ねみんなお騒ぎしてるけれど、あれ手つけられないようになってるけど、それ何かっていうと、中学生の連中っていうのこれから生きていくのに何を価値として生きるかって、その価値観の問題がはっきりしないからですよ。一生懸命勉強しろ勉強しろって言われたって、その勉強して一体どこ行くのか、俺何やろうと思ってるのかってね、わからないんだもの。それ勉強しろ勉強しろって言われたら私だって死にたくなるそれでいやだから今日の新聞に書いてあったね、中学生がもう教師たちは全く我々の気分を分かってくれないってよく言うけれど、そんなの甘えだって言ってでそんなね、分からない教師が中学生の気持ちを分からないの、分かるのが当たり前と考えてるのは甘えでしかないっていうような投書が書いてあった。いやしかしながらね、教師っていうのはねやっぱり教える師である限りね、労働者じゃないんだ本当は。労働者であれしてからだから蹴っ飛ばされちゃう、その生徒の方が雇用者側だもん
雇ってんだもん。でよく教えるべきことを教えなきゃ、これは蹴っ飛ばしたくもなると私は思うんだ。私は今全面的にその点は中学生の分ばかり教師が悪いんだと。教師が何も知らねえのもの、また一体人生生きるのに一体何を最高価値として、これ一時代前はね、キリスト教だったら神様、それから仏教だったら仏さんだった。ところが今神とか仏とかって言って、のそういうのが非科学的だって言ってね、それ抹殺したんだ。そうすると今俺が生きるっていうのは一体何なのかって見失ってんだ。それなのにその勉強しろ勉強しろって、それで生存競争のためには人を押しのけて勝つためには勉強しなきゃダメだ。それはそうだろうけど、そんならばもうそんな人を押しのけてね、戦いながら生きなくちゃなんないくらいなら俺は死ぬってやつが出てきていいわけだ。私もそうだろう、私が死にたいと思ったのそうだろう、中学時代ね。だから今の中学生の悩み、私だけだと思うよ、分かってんの。それでだけれどみんな聞かねえんだから、しょうがねえ私の言うこと。それで結局ね、本当に最高価値とすべきは何か、それがはっきり、いやそれ生きていくためにはって言うけれどね、生きていくっていうことを前提としてっていうんじゃな、もう生きていく必要ないんだからそんなくらいならもう死んじゃったら話はもうそれで片付いてんじゃないかっていうことになるもん。そうでない、生きる死ぬのも超えているところのその本当の生命の存在価値っていうのね、生命の価値が、それをはっきりしなきゃ。でこれだから本当に生命の実物っていうのは生と死と分かれる以前の生じぐるみの、そういうそれが最高価値でなきゃ。それそうすると恩を軽くし基本せしなり、それはまあお母さんも養わなきゃなんないけれど、わざわざ捨てて、そして凡さんになった。これすなわち知ありてもし聞かば、すなわちよく信げすの道理なり。これは法華経の薬草本の言葉ですね。要するにね、知があって聞けば、すなわちよく信げすって、よくその生命の実物の話がすっとわかるんじゃ。結局ね、今私がこれこと細かにこの話ねしたけれど、それが本当に知があって聞いたら、まあ皆さん知があるからすっと入っただろうと思うけどね、その結局それだけだ。それが知がない人ね、なんて言ってもなんのそんな話聞いたってやっぱり金がないのは首がないのと一緒って言うと、そういう観念の人じゃ俺は入りっこない。いややっぱりね、これここでの私の話ってもうどうせね金が大事な話しちゃいないってことは分かってんだから、それでもなお来る、これだけの人が来るってことはこれ妙なことだと思う、世の中としてはねそれでだからこれ、ね、そういうもう実物があるんだ、実物知があるから、その知でもって話聞きゃ分かる、信玄するんだ、そっと入る。でいわゆる知は人に学せず自ら起こすにあらず、知よく知に伝われ、知すなわち知を尋ねるない。結局ねこの場合の知は実物だ。この実物っていうのは何も人から学ばなくったってね、実物みんな生きてんでしょ、学んだって実物見失ってる人は見失ってんだから、だから学ぶ学ばないじゃないの、本当に実物生きてるっていう、ね、その絶対事実がある。そしてそれは自ら起こすにあらず、これね起こそうと思って起きるわけじゃない、
で、ただ地位よく地に伝われるとこれは実物生きてるから実物に伝わるんだね。だから地すなわち地を尋ねらない。それで私が生命の実物生きてるから生命の実物を一生懸命尋ねる。これが無道ですよ。で、五百の遍覆は地おのずから身を作る。さらにみなし心なし。これはね、西域期にね、昔南海の浜にね、一本の大きなね枯れた木があった。その枯れた木の洞穴の中にね、500のコウモリが作ってたっていうんですね。ところがある時、この木の下に昔はまあ行商の人ね、隊を組んでやってくるんでしょ。その木の下のところにね、たくさんの商人が来て、そして、泊まった野宿をする。ところがその時夜中になってくるとインドはまあ、だんだん冷えてくるわけですね。それで焚き火してる。ところが焚き火あんまり帯を焚いたもんで、しかもこれ枯れ木だもんで、で木に燃え移っちゃったんです。それでまあ大変って言ってるんだけれど、こう片っぽね、その商人の人の中にね、一人がね、その阿弥陀馬経をですね、一生懸命読んでる人がいたんだ。そしたらコウモリたちはそのお経の声に惹かれてね、本当だったらもう火がついてんだからもうそのまんまいたら焼け死んじゃうって分かってんだけど、そのお経の声が惹かれて、そして逃げないでいるうちに500とも焼け死んじゃう。そして焼け死んで、その文法の功徳によって、仏法の話を聞いた功徳によって、明住してから命がなくなってから妊娠を受けて人になってですね、それから修行をして、で唱歌を唱した、で世の福田となったと、こういう話がある。それなんですね。だからこのコウモリの場合、地おのずから身を作るって、これもう、お経の声に惹かれるっていうことはもう地が身になってる。でさらに身なし心なしと、生命が実物だけでもう焼け死んだって。だからそれから十銭の遊魚は地親しく身にてあるゆえに、縁にあらず因にあらずといえども、文法すれば即下するなり。これは金毛明鏡の話です。昔流水尊者ってね、流れの水って書いた流水っていう妙な名前の尊者、流水尊者がね、はい、二人の子供を連れて旅をしてた。ところがある池のほとりに来たら、その頃日照りが続いたんで、池の水がみんな枯れちゃってですね、そしてたくさんの、だから十銭の猶予、死に瀕していた。それでね、流水尊者はそれかわいそうに思って、それで早速子供に国王のところへやってね、そして20頭のね大きな象を借りてこさして、そして水袋ですね、まあインドなんかは川袋なんだろうな、水袋に水を汲んできて、そうして何回か往復してですね、その池に水を満たしてやった。そしてだからそのたくさんのお魚たちはまあよみがえった。だけれど今度餌がない。それでそれもかわいそうなんで、また国王にそう言って餌を持ってきて、そしてまた撒いてやったのか、またこれ餌も授かったわけですね、魚たちは。
そしてその挙句に今度は流水尊者はただ生きているっていうだけではよくないという、それで今度はまた法性如来の名号を唱えて聞かせてやったじゃね。要するに法性如来の名号をその、唱えてそれで聞かせてやったんで、そういったもんだから今度はその法宴で魚たちは死んでから33点に上って生を受けたっていう、それが金剛明鏡の話。これもまあこの流水尊者サービス満点だね。で十戦の遊戯はち親しく身にてあるように、もうそれほど遊戯はサービスされて、縁にあらず縁にあらずといえども文法をすれば尊厳するない、これもよく分かったじゃん。来にあらず入にあらず、例えば当君の春に王が落とし、これはねそういう仏法のあれは来るわけでもない、入るわけでもない。しかしながら仏法人は自然に仏法になるというね。これが東君というのは春の神様ですね。春の神様が春に出会ったわ。で、地は無念にあらず、地は無念にあらず、地は無心にあらず、地は無心にあらず。要するに我々凡夫の地っていうのは無念無心だ。それに対して正門円覚二条の人の知恵は無念無心だ、無念無想って言うんだよね。でところが本当の地っていうのは生命の実物っていうのはそういうもんじゃない。無念無心でも無念無心でもない、言わんや大小に変わらんや。要するにあるとかないとか大とか小とか名とか語とかってね、分かれる以前が生命の実物なんだから、いわんや名語の論ならんよ。言うところは仏法はいかにあることとも知らず、先より文殊するにあらざれば慕うにあらず、願うにあらざれども文法するに恩を軽くし、身を忘れるはうちの信心すでに事故にあらざるがゆえにしかあらしぶるなり。これ本当にね、我々あこれが仏法だって、ね、これが本当だってねいう物差し持っていないわけだ。ところが例えば一つの、あれですね、私がここにいてで一つの言葉を聞いて、これが本当であるか本当であるか本当でないか、これ判断するためにはですね、これを判断するためにはどうしてもここに一つの物差しがなきゃダメだ。ここに物差しが、物差しを当てて、そしてあこれは物差しに合ってるから正しいとこう普通は言うわ。ところはそれじゃこの物差しは果たして正しいかどうかって言うと、またそれを測る物差しがここになくちゃなんだ。そうするとまたこの物差しが正しいかどうかって言うんで、またこの物差しまた必要だ。そしてまたこの物差しって言って、またこれ無尽に刻んでも本当に物差しにならない。これ早い話がね、例えば、よく我々の禅門では少子につけって言うんでしょ。おっと、
彰子って正しい師匠だね。彰子につけって言うけど、どれが彰子なんだって。ところがその彰子、俺が彰子だってやつはね、あんまりそう彰子であるかどうかわかんないもん。それで彰子のを測るためにはやっぱりあの人は彰子だっていうね、なんか物差しがいるわけだけど、その物差しがまた本当に正しいのかどうかで、これ無限に刻んでいってわかんない。で結局の話は、本当にそこまでいくとだ、本当に正しい彰子はって言ったら、全て手放してただ生命の実物に帰って座禅してるじゃん。これだけが、私がだからね、あの弟子たちに言うのは、私を彰子と思っちゃいけない。みんな自分がする座禅ね、これが彰子だって、まあ、初めから言ってんだ。どうせ私っていう人間がね、こういうごっそうだね、見てこれが彰子だと思ってたら、どうせ何するか分からへんねんだもん。でだからあんまり私そういう、彰子だって思われるの困る。そういう責任を負わされるの困る。でそうじゃない、自分がする座禅が本当の彰子って言ってね、言うと、もう私は楽々で俺のしたいことやれ、で私は私 の本当にしたいこと、生きたいように生きるんだよね。まあ、人がそれ、私は結婚したいんだ、わしは結婚したいんだけど、みんなが拝んでるんだろう。拝まれるためには独身でいなきゃならないだぞ。そんなの困るよ。そんな拝まれるためにっていうのはね、そんなもんじゃない。そうでない、本当に俺が結婚した方がいいと思ったら結婚する。で自分の本当に座禅に照らし合わせて、そしてこれが真実と思ったことをやれる。でそういう点ね、何にも物差しない、そういう本当は物差しのないところで実物が実物になるという以外ないもの、根本は。で言うところは、仏法はいかにあることとも知らず、先より文殊するにあらざれば、慕うにあらず、願うにあらざれども、文法をするに恩を軽くし、身を忘れるはうちの信心、すでに自己にあらざるがゆえにしかあらしむるなり。要するに文法っていうね、実物するのよ。これまあ道元禅師のあれ、現状公案に仏道を習うというは自己を習うなりっていうけど、自己っていうのね、それじゃあ俺の思ったようにすればいいのかってもんじゃないんだ。俺自分の思ったように言ったら、どうせ俺の思惑欲望だけで生きることになる。そうでない、本当のその自己を生きようっていうためには、昔から本当に自己の真実を生きた人に学ばなきゃなんない。だからそういう点から言ったら、やっぱり知識に従い、そしてあれですね、知識に従って教えを請い、それからお経を読んで学ぶっていう、それが必要なの。で文法するに恩を軽くし、身を忘れるはうちの信心、すでに自己にあらざるがゆえにしかあらしむる。結局ね、このうちの信心って、我々みんなそういう生命の実物を生きてるっていうね、それがうちの信心です。知がある、みんな。それでしかし、そのうちの信心はすでに自己にあらざるがゆえにしかあらしむるない。これ実物の信心はね、刻々刹那消滅。それでもって結局の話、無の一点でしかないもん。無の一点が刻々だから、それが自己にあらざるがゆえにだ。それでしか
荒らしむるなり。そうしてみるとね、我々の本当の実物を本当にだから座禅して事故が事故になる時、そのどうせね、我々生命っていうことはどうせ死んでくる。そうすると死んでく命を持ちながらね、その死んでいく時に全く役に立たない金とか地位とかってそればっかりを価値を置いてるっていうのは、の見当が違うっていうことは分かるじゃない。結局はそれがうちの信心すでに事故にあらざるがゆえに鹿荒らしむるんだ。これが基本恩を軽くし身を忘れるっていうのはそこですよ。いやどうせね、だからの世の中、なんていうかな、もう満足しきって生きてる人っていうのね、そういう人はもう無常を感じられないもの。で、ところが自分っていうのはいつか必ず死んでいくんだっていうのを感じた人がやっぱり、いや死ぬんだっていうことでもって、だから悲しいって言わなくていいんですよ。だけど死んでいくってことは事実なんだから、その事実は事実として認めるとなると、この、ただ金や地位だけがあるいはあの女狂いしてるっていうだけでね、で生きていいってもんじゃない。いや男女は男狂いしてってね、その今の女の人って昔の大和なでしこってよっぽどわけが違ってきたね。なんとかよろめこうと思ってみんな待ってるような顔してるのばっかりがいるんだからね。昔はこういう大和なでしこ、あの今の女みたいな人はいないんじゃないかと。昔の人はなんて言っても大和なでしこでね、あのやっぱり世界一の女だと思ってたわ日本人は。で知らず行く巡りの障子にかこの地を持ちながらいたずらなる人道に巡る。これ本当に行く巡りの障子を持っている。いつでもね、死んでも不思議じゃない命を生きてるってことがね、行く巡りの障子を生きてるんですよ。あのちょっと出た途端にもう引かれちゃってそれで終わりっていうね人がもういるんだし、まあちょっと酔っ払って寝てたら中学生にドカーンとあれして殺されちゃうこともあるんだしね。だからいつだって死ぬことある。そういうのを、そういう命をいつでも生きてる、そういう実物、生命の実物を生きていてだ。そして人狼に見えるというこの、しかも世間的価値観ですね、金とか地位とかっていう、ね、そんなものばっかりを生きてるっていうの。なおし石の玉を包めるが、玉も石に包まれりとも知らず、石も玉を包めりとも知らざるがごとし。本当は生命の実物中で玉はみんな持ってる。それなのに自分中の石は玉を持ってるとも知らない。生命の実物っていう玉を持ってるとも知らないで生きてるわけで、生命の実物もな、石に包まれてるとも知らない。人これを知る、人これを取る。これすなわち玉の着せざるところ、石の待たざるところ、石の知見によらず、石の資料にあらざるなり。これはね、大体その生命の実物っていうのは一切二つに分かれる以前だから、だから分別以前ですね、分別以上のものだ。しかしながら我々その分別以上の生命の実物生きていながら、我々はその頭を持ってる。これは頭は分別を持ってる。頭は分別して持ってるから、それでどれが本当かってまた見分ける知恵が働くわけだ。
そう、実物を生きてんだから実物が最高価値だとこう考えるのが、これが当たり前だ。それが人これを知る、人これを取る、これすなわち玉の着せざるところ、石の待たざるところ、石の知見によらず玉の資料にあらざるない、すなわち人と地と相知らざれども、どう必ず地に聞かるるがごとし。いや、この諸種の道取られる、これが大切だってね、と取り上げられる道ね、生命の実物っていう道だ、それと取り上げる人間とってね、これがどうせ両方とも生命の実物なんだ。だからね、この脳書一枚のところにほっとね、これちょうど、あれですね、採択同時っていう卵をね、こう鶏が親鳥が温めて、そうすると中からね、もうひよこが出たいと、で中からつつくらしいね、と上から親がつっついて砕いて、殻を砕いて、でそういうの採択通りって言うけど、この実物が実物ね、でそれがどう必ず地に聞かるるがごとし、で地なければ義下し、すなわち長く失うとなし。結局ね、それ地が本当の生命の実物は生きてんだっていう地が働かないと、そういう仏法の話が受け入れられない。それでやっぱりなんて言っても金や女の方がそんな気分で、そうすると長く失う。地必ずしも無にあらず、地必ずしも無にあらざれども、一時の瞬生なる不安、周期くなる無安、これ内なる瞬生も無知なる周期くも、結局は一時の位だ。で内も無知も生命の実物であるのには間違いない。だからね、生命の実物みんな事実として生きてるんですよ。しかしながらこの無知の時、三菩提皆義下となる。生命の実物はね、二つじゃないんだから、二つはないんだから、だから迷ったらって言ったら生命全部が迷いになっちゃう。そして諸仏の三菩提さえも迷いだ、迷い、人諸法も迷い、みんな迷い見える。ところが反対になれば、今まで全部義下だったものがそっくりそのまんま信下されるということがある。これは全く不思議なことなんだ。しかしだからね、無知の時三菩提見ない義下となる、人諸法皆義下なる、この時養出即位ない、結局なく失われた。これ即位ってのはここじゃ実物ってことだ。諸問すべき道、諸生なるべき実物法だね。しかしながら義下なる、聞く道も、それから修行する悟りもみんな義下。その義家してるやつどうにもならないね。いや、一旦自分の古言でこうって決めてるやつ、その古言をだね、頑張ってるやつはどうしても仏法には出会う。これしょうがない。それでしかしながら我にあらず変解かくるところなし、たとえ義家したとしても仏法は結局個人的なもんじゃないんだから、隠れることはない、変解隠れることはない、誰にあらず万里一条哲学。義下したとしても
生命の実物がその他のものになるわけじゃない。万里一乗哲だ。つまりこのところは法っていうのがね、自他、能所っていうそういう二つに分かれた話じゃないってこと言ってるのね。で、たとえ因もして終始なりとも、十方仏土中唯無一乗法なり、たとえ因もして要楽すとも、この法は法意に従して世間層成就なしなり、すでにこれ因もになるによりて、打ちと無知と、日面と月面なりと。で、結局ね、信玄の法となっても、義玄の法となってもな、日面は昼を照らすし、月面は夜を照らすの。どうせね、生命の実物には変わらない。だからもう、陰謀になるがゆえに六祖も発明せる。そういうふうにどっちへどう転んでも生命の実物、この迷っても誘っても生命の実物っていうね、そういう生命の実物を、それが陰謀人だ。生きているいればこそだ六祖も発明した。六祖はそういうどっちどう転んでもその生命の実物は生きてるってことを発明したんですね。ついにすなわち大梅三人三人で大満禅寺を拝するに安藤に峠せしむ。で、五祖大師の大梅三人三人でそれで大満禅寺を拝するのに安藤っていうのは安者のいる道です。結局まだ得度してにいないんだから、それで寺の中のいろんな役の下働きする人をね、安者って言われて、で安藤に峠せし、で陣屋に米をつくことわずかに8ヶ月を振るほどに、ある時夜深くこうたけて、毎日その六祖大師は米をついてた。で、ところがある晩その大満禅寺が密かに水房に入れて、六祖にと米白胸はいない、まあこれ絵にもよく書いてあるけど、一生懸命ガッタンガッタンやってるところへ米が白くなったかって言ったら、ただ六祖が白蹴り今だ振るうことあらずあり、まだもう白くなってますけどまだこう振るってないです、こういうことね。大満杖にて臼を打つこと三下するに、臼でもってこう三つ叩いてもらった。そしたら六祖が身に入れる米を三度切るって、こう身っていうのはこういうやつでパッパッパッとこうねやった。この時獅子の道愛可能という、自らも知らず他も増えないといえども、伝法伝言まさしく陰謀の小刀自説ないと。この時にね、六祖大満公認禅師と六祖大師との間に法が伝わったっていうね、これはもう人も知らないけれど伝わったって、こういう全て頭でもって分かることだけが行われるんじゃないんだってことを言いたいんだね。こう結局は本当に、我々の頭以上のところでね、本当の実物の話なんだからね。ちょっと今日はまだこれだけ残っちゃったけれど、来月はこの残りをやって、で仏性の巻をやって